お疲れ、チャンスラットです。今日はですね、先日のバランス調整でなんとメガナイトが強化されましたということで、こちらメガナイトウォールブレイカーやっていきたいと思います。さあ、ということで、僕の大好きメガナイトウォールブレイカーなんですけども、もうここ先はね、エレジャイのねバチクソ野郎に、はい、あいつのせいでもうゼロです。はいはい、まあ、ゼロではねえな、はい、メガナイトウォールブレイカー使って上がってる方もいましたけども、なかなかこう苦しい環境だったということで、まあ LJ 解放されましたし、メガナイトはねジャンプするまでが 1.1 秒から 0.9 になったということで、まあ一回この、まあ出てからですね、登場してる時に次飛ぶのが、はい、早くなりましたよということで、なんかピョンピョン飛んでくれるとね、まあいろいろこういいんじゃねっていう感じかな。はい、知らんけどやってきます。で、形はこれ使ってくんですけど、まあ、着衣持ってなかったらマスクでも十分ですね。はい、で、プリンスはミニペッカでも十分ですが、プリンスも突進するまでが 3.5 から 3.0 にちょっと早くなったっぽいので、まあ、強化されたんで、まあ、シャアなしで、はい、僕プリンスのこと全然好きじゃないんですけど、シャアなしで、はい、使ってあげたいと思います。で、ヤナーメザップ型は、まあ、ヤナーメザップ型なんですけど、ヤナーメはね、有能になって呪文がザップだけの場合もあります。まあ、最近はゴブドリ環境なので言うのではなくゴーストの時もあります。さあ、クリスリアンはマジアチャーウォールブレイカーのイメージがある。さあ、よろしく。まあ、ヤラムサップの強みはね、こう結局呪文がないデッキって最後の削りがきつかったりだとか、引きこもりが嫌なんですよね、非常に。あ、キョスケだ、キョスケオグじゃないかい、ゴリゴリ。そう、後ろからのザッピー固めとか、まあ、ユニット固めがきついんですけども、まあそういうのに対してね、あー、いやマジきつ、ヤナムザップだと。ヤナムザップはマジアチャ処理できるし、あとねザッピーも処理できるでしょ、ホバーはできないけどみたいな、いろいろヤナムザップの組み合わせでね倒せる相手もいますので。あー、いいファイスピ、それはいいファイスピ。さあ、キョスケちゃんですね。まあ、メガナイトの天敵と言ってもおかしくはない。もうやだよ、こんな足こらんやんっていう話ですよ。さあ、メガナイトはね、キョスケも嫌ですし、デリジョンも嫌です。はい、嫌な子いっぱいいます。まあ、でも強いのがねメガナイトなんでね。はい、まあここはフィジカルで頑張っていただきたいんですけど、まあ暇なんで一回ザップします。よいしょ、強いぞこのプリンス、うまいです。そして相手がで、これ大砲かな。いやーさ、前シーズンのゴリゴリ環境とかもまだまだ残ってますね。 LJ もね全然全滅してないんですよ。全然いて、キョスケもミリも解放されてない。ドリルもドリルの周りがちょっと解放されたかなっていう感じなので、環境だけで見るとぶっちゃけあんま変わってないです。はい、悲しいことに環境だけで見ると本当に変わってないんですけど、なんとかしてくれやっちゃう話よね。さあ、まあ私は逆を、頑張らせていただきたい。いや、うまい、この相手の系激うまじゃないですか。さあ、まあ言うてたは1900あるんで、1900しかないが正解か。おっ、うわ、え、もしかしてぶささってた、今気づかないとこで。非常に分かりにくい天才読み穴は目が決まっていたかもしれません。はい、よし、やらめのおかげでプリンスが刺さってました、気づいたら。あー、これキョスケ回んのか、お主すぐ回してくるやん。さあ、こっからは相手のこのクエイク削りに対して私はディガー削り繰り出して、
拾ってくる。やだ、もう呪文削り。これ挟めるからな、頼む。フィジカルとフィジカルのぶつかり合い。お前それ入ってダメだろ。お、来た一発。うわぁ奇跡です。キョスケきついです。はい、メガナイト、何が変わったんだっけ。攻撃体力、飛ぶまでが、はい飛ぶまでが短くなったらしいですけど、わかんないですね。はい、ちなみに今のこのクリス・リャンはめっちゃうまいです。なんと前シーズン世界で24でベスト13っていう、はい、レベチでした。さあ、まあ、ということでヤラメザップだと最後ねディガーと組み合わせて逃げ切ることもなんとかって感じかな。さあ、あのヤラメ一回良かったっすね。プリンスブースト使った時なんかね、意外とタワーとか巻き込まずユニット出してくれやろっつって、この真ん中ら辺にね読みザップとか読みヤナハム適当にしとくと意外とスケルトンとか出るんでね、やってみるのもあり。やらないとやっぱ読みは成功しないんでね、やればね成功するか成功しないか 50% で成功します、結局何事も。で、僕ダクレマッシュ嫌いなんですよ。あ、マジこれ本当にマジで何これ。3点セットきた、俺の嫌いな。じゃあいい、ダクネスケラゴレダクネトルネってやつです。さあ、まあヤナメザップなので頑張っちゅーいくか。これマジでヤナメかスケブの2択、嫌でしたね。スケブは温存してますね。まあ、プリンス自体はすごい刺さりそうなのと、今このコウモリは相手はちょっと辛そう。ダクネともう一個、あー、いや、コウモリいんのか。それめんね。まあ、ジャイスケラされるだけ、されるだけオア。マジやばいな、これ。じゃあいい、ダークネスケラーっつって、えっマジでこんなん曲げんのマジ理不尽、おかしい。はい、グッズゲームです。ですね、まあ、これがメガナイトの宿命という。ジャンプじゃねえな、もっと最強の強化をしてくれ。ただメガナイトってでも結構強いカードだと思うんですよね。そう、特別弱いかって言われると別にそんなこともないんですよ。そう、他が強すぎるだけなんですけどね。はい、はい、もうマジで最悪もうなんじゃこりゃっつ話よ、意味わかんないでしょマジで。こうなるとね、あの大型嫌いになります。形組まれるだけきちいな、きちいよちゅうことでさえ、まあこれはどうにもできない気がしますね。はい、アチャクイとプリンスでちょっとだけ回転が重くなってるんで、まあでもこれなんか噛み合えば意外と勝てることもあって、なんかね、なんか激悪でしたよね流れがなんだろうね、なんかもうちょっといい感じに、もうちょっといい感じになんかね、なればよかったんですけど、すべてがなりませんでしたね。はい、無理です。まあ、この音楽が可愛いんでね、許せれます。間の名前なんかすごいな。並び替えると、エロ、ロビンみたいな。むず。ぴょーん。さあ、雪玉つけば、あれ
同じような香りがしてるぞ、これ。池田のスケベでしょ。あ、もう、ジャイスキャラやないかい。お前、もうジャイスキャラやん。なんで流行ってんねん。マザリンク持ってくるぞ、おい。この姫を。姫をな、おい。おばさんに変えてやるぞ。さあ、ケツジャイ来いよ。いや、これでも美味しいですね、こうなると。あ、で、ダクネだともうまたやんですよ。これまたマスケだったらね、また、そらそら話も変わるんですけどね、回転がちょっと速くなったりとか。おい、そんなことあるか。こんなシーズン序盤から、同じような、あまりこう、なんだ、特別強いようなわけでもないこの、じゃんけんで一気2連チャン。よいしょ。じゃんけんタイム。いや、マジでボーラー強すぎ。おつい。でかい。さあ、これでダメージはトン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 です。ギリ。いや、きついな。なんかプリンスがね、このスキル受けとかにもね、微妙だしっつって、まあ気合と根性でってなんとかいくもんじゃねえんだよな、これ。よし、もう気合と根性で。それきついです。マスケが良かったな、この試合だけ。これやばいでしょ。橋場相手ジャイスキラしてるだけなんですよ。でもそれがきついねっていう、やばすぎ。もうそれならエレジャイが多くていい。俺の切実な思い。あ、ジャイスキラ増えんならエレジャイ増えろ、もっと。おわ、すごいとこね。いや、もうこれ無理っすよ、ほんとに。わかります、このなんとも言えないっすよ、マジ。はい、ダグネ消してくんねえかな。もうおこです。僕ダグネほんとに嫌いなんですよ。ジャイ出して、ダグネ出して、スキラ出して、ふざけんじゃないよ。マジで強すぎる。ジャイスキラ、まさかの。まさかのジャイスキラ2連チャン。しかも、全く同じ。まだもう、ジャイスキラもね、エリジャイで泣いてたと思うんで。エリジャイ解放されたぜーつって、久々にメガナイト使うぜーと同じで。久々にジャイスキラ使うぜーで暴れてるとね、思うんでね。はい、許しません。許すと思った。許さないよ。しかも君ね、エリジャイね。あ、マジで。何これ。メガナイトにきついのしかいなくないですか。気のせいか、これは。まだまだタワーへの反射落ちてるから、ここに関してはちょっと熱いけど。これ今まであったらもう1500ぐらいいってる。ミラエリじゃない？お前。何これ？待ってくれよ。感情。なんだこれ。おい。おいお前。やめろ。あのプリンスがちょっといい味出すぞこれ。ボン。はい、きつきついです。さあ HP10% 下がったと言われている。怒るない。ちょっと豆腐になったね。わあ、マジかよこれ。メガナイトきつくね、今季。もう全然勝てる気しないんだけど、正直。
まあ、矢雨がね、リジェイとかにはまたね、いらなくなっちゃうけど、さっきのジャイスキャラとかね、枯渇とか、まだ違うデッキにやっぱ欲しくなるから。しびいなぁ。大砲までしっかり持っちゃってよ。ワンチャン？やばい、うわーこの辺じゃやばい。フィジカルゴリラ止まってくんねえかな。メガナイトは間に合いません。にょーん、いや強いないかわいい。エルジャイ全然強いないかい。お前加工されたんじゃないの。全然強いないかわい。メガナイトこれ強化されてんだぞ。これでちょっと待ってよ、もう。なんだこれ。え？これ新環境？うんこやん。もう。待って、俺、メガナイトさ、もうちょっと期待してたんだよな。マジで今日はやばい。本当に。この環境がつかんなら私はメガナイトを愛することができません。嫌です。おメガナイト、お前らのメガナイト、たまたま今ね運が悪いだけなのかもしれない。そう考えよう。ってことはそろそろ神相性が、まあ神相性なんだっちゅうので、まあディガー削りとか。おお、アイスイズいいやん。アイスイズまあ遅延系は当たりの方、クロスだったらまだちょっともうはいってなるけど、スケラかクロスか似た、悪くない。スケラーやっと来たよ。もうエレジャイ京介しか来んのか思っとったよ。ジャイスケラと相別踏みか、これ。まあまあスケラ使ったんでそんぐらいはいいやろっちゅう。まあディガーの受けが相手もそんな有能なわけではないよね。真ん中バリキリうざめの着衣。うーい、これ俺の求めてたやつ。もっと早くにこれをくれよ。ダメージ受けちまったよ精神的に。さあ、いやメガナイトアッチャクイね、そしてメガナイトプリンス組むだけで本当はこうなるんですよ。本当はあとヤナアメ打つだけとか、本当はさっきみたいなのはねもうしょうがない。あのメガナイトにも限界というものがねちょっとだけあるの。これはねメガナイトチョコ行くみたいか。やっといいよ。ぴょん、やべえ、これ鏡なかったのに滝が。いや優秀、うわやっと待てたわっていう。いやマジであんまりよ、こんなに大型に形組まれていじめられる人。もう勝てたんで満足です。はい、メガネットオールレイカーでした。
ということで、こちらメガウェブ、皆さんもやってみてください。まあプリンスの強化もぶっちゃけそんなわかんないし、メガナイトの強化なんてもうわかる方がすごいぐらいだと思うので、まあそんな強化されましたけど、そこまで期待するほどではないんじゃないかなという感想です。まだ皆さんの意見もね、ぜひコメントでお願いします。よければちゃんと高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。